期す一戦へと向かいます。続きまして EX 風林火山から二階堂ルミ。前回の試合では難波の連続加点から一時トップ争いの入り口に立つも、千里へのハネマン包丁で引き離されての3着。これも最後まで前に出る選択をした結果と納得します。小さな上がりにも勝負手にもルミならではの工夫を凝らし、今夜個人5勝目なるでしょうか。先週工夫を凝らした手組みをしていきましたけれども、ここは流局で何の一局一本馬強卓一本です。伊達の連チャン、ドラは9走、本日連投となっています。伊達1ヶ月ぶりの M リーグの場、小林現在2番手赤ウピン持ってきました。マンズヒットメンツ、ルミは自敗バラバラ、少し重たい出敗に見えます。そして園田、赤ウーマン1枚メンツなし、第1打おたかぜトンからです。最終ご覧いただきました。まあ伊達と小林ですかね。そうですね、まあ、小林かな、うん、小林は、まあ、ターツさえできればイシャンテンですね、はい。さあ伊達順調です。単葉の手配これですね。これで一応いいシャンテ、一応というのは、まあ、どっちが残ってもいわゆるちょっと苦しい形、愚形待ちになるという部分ですかね、うん、そういうことですね。これ人によってはパーソーとか打つかもしれないですね。おー、パーソー表示範囲出てるのか、はい、そうなんです。表示範囲待ちってどう残っても結構嫌ですよね、うん、カンチャンでもシャンポンでも。そうなんです、はい。だから三蔵周りからね、いい町作ろうって考えると、三蔵残したい、うん、ただシンプルに進めていく小林。もうルミの手かなり良くなってきましたね。いいですね、数万引き、ま、メンタンピン、ルミは内に内にね寄せて打つのが得意ですよね、うん、で仕上がった時かなり破壊力のある手になりますよね、うん。さあ本日いわゆる上位陣の3チームとこのところずっと苦しかった風林火山、今日はもう自分のチームのことだけ考えて打てる、うん、これ何キルに出てきそう。ああドラ球走、うん、そうそうそう持ってきましたね。パーピンにしましたよ、はい、パーピン。これ難しかったですよ、うん、あの順ちゃんもあるんですよね。あの赤ウピンありますけど、もう1ピン2ピン引くだけでこれ順ちゃんイシャンテですからね。おお。なんですごい難しい手だったと思うんですけどね。この後映りますね、うん、さあどうだ。確かに赤ウーピンの存在感がありすぎましたけど、うん、まだ順ちゃんの可能性ありますね。さあアルミはいいペークをできた。うーん、どうしましたか。いや苦しそう、うん、苦しい苦しい、ずっと苦しい。いいペークをできてチャンスが見えてくるとまたいろいろ怖いこともあるんでしょうか。リャンピン2枚見えたんでね、ちょっとちゃんと厳しくなってきたかなというところですね。小林ってね、はい、数万さらにもう1枚、うん、ちょっといらないですよね。もうイペコはできてるんだけどな、一応ね345っていう受けはあるんですけど、枚数が少ないですよね。345自分で使っちゃってますからね、うん、とはいえストレートにね残しましたね。はい、そうルミは目いっぱいで打っています。この形、これで両ウーマンできましたね。はい、分かりづらい人、ウーマンをね1個ね、あの缶ウーマンのところに入れてあげると、うん、左側にリャンウーマンの受けが出現します。リャンウーマンだったり、あとサブローマンの受けもありますね。そうですね、いろいろとマンズ引いても使える。リーチ、あ、これでリーチいきます。ドラを切っての缶スーピン、リーチ見た。小林のリーチです。スーピンは場に1枚見えています。山には残り2枚だ、はい、おお、これでイスソ行きましょう。追っかけリーチイスソ、
すごい引き方してますね。すごい。4、5、4、4、6、5って引いたんだ。イースーソー、イースソー2枚山に残ってます。さあどうだ、関数ピン対イースーソー、なんとこれ枚数は5分です。2対2だ。2件リーチ、受ける側は大変です。園田現在4番手、気合のオールバックで本日登場しました。先は長い自身の手、中筋か、中筋と、あでもルミニア無筋か、ウッパーピンは。そうですね、うん、7-3 の切り順で、あそんなこと、そうだよね、うん、7-3 の切り順でウッパーピン、はい、少ないと思いましたかね。さあ関数ピン対イースーソー、そうだもんね、勝負どころなんですよね、ルミに上がられるとラス率が上がっちゃいます。うん、いくら最後に親番があるとはいえ、これ以上離されるのはきつい。イーシャンテンの形、トップ目の伊達はしっかりと受けに回っています。もう伊達の安心感半端ないですね。半端ない。なんかトンの一曲、まばゆい存在。うん、あースーピン。ロ。小林の上がりです。リーチアカ。うわー。8300。ここぞの一撃。うらうら8000は8300。やるに苦しい。枚数はリーチ氏には五分の戦いでしたが、明暗は大きく分かれました。小林が上がって伊達を猛追です。何の2曲、小林の矢番、ドラは9ピンです。いやー、綺麗に二分化したようにも見えます。現在の点数状況、トップ争い、4着抜け争い。ただ点数のない2人はこの後まだ親番があります。小林の手配いいですね。さっきもね、難しい手うまくまとめましたよね。ギリギリのバランスだったように見えますね、さっきの手は。あれ、ピンスのイーシャンテンでは、ですね、老朽層サブロー9万、早い決着になる。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。